皆さんこんにちは、ナッシーです。ということで本日は浅草にありますスシロー浅草6店にやってきました。ありがたいことに今回スシローさんに撮影の許可をいただくことができましたので、店内の装飾だったり、あとは店内の風景なんか、こちらは皆さんに共有できたらと思います。ということでスシローの前に到着したんですが、まずはココミところの看板がお出迎えしてくれて、さらにのれんも今回のコラボ仕様になっていました。人が多すぎるのでモザイクが多めになってしまうんですが、入り口を入ってまず見えてくるのがライデン&ココミのイラスト、その奥はゴローと新滝のイラスト、後ろを振り返ればコラボ仕様のココミとゴローの立ち絵、反対側の側面には稲妻のキャラたちの立ち絵が装飾されていました。それにしても皆さん友達同士や家族、そしてカップルなど複数で来てる方多すぎませんか？僕は一人ミニ三脚兼自撮り棒を構えながらいきなりやってきてますからね。ぼっち最高。ちなみにスロープを上がったところを曲がるとこんな感じ。カズハやヨイミヤ、あとシノブなど全キャラクターの立ち絵が飾られておりまして、その奥にはアヤカとアヤトのイラストだったりとか、ヤイミコのイラストだったり、側面いっぱいに飾られておりました。ちなみにまだ案内されていないのでお店の中に入ることはできないんですが、お店の中の側面も厳選仕様になっておりました。そして呼ばれるまで待っているんですが、僕の番号は322番、事前に席の予約をしようと思っていたんですけど、その僕が予約する頃にはすでに予約枠が埋まっておりまして、予約できなかったので撮影当日に予約をしたんですけど、その時点で3時間待ちでした。ただ現場に着く頃にはちょうど3時間が経過している計算で、すぐに案内されるはずだったんですけど、なしやらかします。スシローの予約では LINE を主に使用していくんですけど、 LINE の整理券画面に赤文字で入店したら必ずチェックインをするようにと書かれていたんですが、僕はその赤文字に気づかずチェックインをしないで店内の装飾をのんびりと眺めておりました。本来呼ばれるであろう時間に呼ばれず、他の方が呼ばれていく中、僕は1時間半待ち続け、そこで LINE の赤文字に気づきました。うん、絶望したよね。その時に初めてチェックインしたんですけど、その後30分足らずで店内に入ることができました。ただね、その時にはもうゴローのラーメン以外のコラボ商品は売り切れていました。はい、お疲れ様でした。そしたら早速席についていき、ゴローの醤油ラーメンを頼んでいきます。皆さん見てください、このライデン実はテーブルに敷いてあるんですけど、まさかね、側面とかだけではなくてテーブルにも装飾が施されておりまして、コラボ商品はほとんど売れてしまったんですが、正直装飾を見れただけでも浅草まで足を運んでよかったなと思いました。しかも注文パネルに解凍祭の PV が映ってましたり、お寿司のレーンには稲妻のキャラたちのパネルでいいのかなが流れておりました。そうこうしているうちにゴローの醤油ラーメンがやってきました。もちろんピックもついてきたんですが、この表情めっちゃ可愛くないですか？ということでラーメンの蓋を開けていくと、めちゃくちゃ美味しそう。これで400円ちょっとかなになるんですが、値段の割には結構具材もしっかり入っているので、なかなか食べ応えがあるんじゃないかなと思います。では早速食べていきましょう。では一口目パクリと。正直食レポとかめちゃくちゃ下手くそなのでシンプルなことしか言えないんですが、普通に美味しかったです。ラーメンもなんかもちもちしてて、その歯ごたえっていうのかながあって食べ応えありましたし、その他の具材チャーシューだったりキクラゲとかもうふんだんに入ってたので、思った以上に満足のいくラーメンだったんじゃないかなと思います。ではラーメンを食べてる間に今回の原神×スシローさんのコラボについて話していくんですが、今回のような装飾されているお店は東京都浅草にあるスシロー浅草6店と大阪府大阪市にあるお初天神通り店であってるかな、こちらの2店舗で装飾がされてるみたいです。近くにお住まいの方はぜひね、こちらの2店舗行ってみてください。そしてコラボメニューなんですが、今回僕が頼んだのが原神回転の宴醤油ラーメンになるんですけど、この他に三貫盛りだったりマグロ盛り、あとソーダミルクパフェ、原神限定カード付き天然インドマグロ6貫盛りがあります。正直全部食べてみたかったんですけど、今回は売り切れていましたので残念でした。というか今更なんですけど、この動画案件ではございません。単純に僕が撮影したかったのでスシローさんにアポを取って撮影をさせていただきました。
ですのでね、一般のお客さんとして今回は参加させていただきました。原神さん、案件お待ちしておりますということで完食いたしました。めちゃくちゃ美味しかった。ではお会計の方していくんですが、今回は醤油ラーメン1個なんで480円になります。あんだけ並んどいて一品だけってなんか申し訳ないなと思うんですが、あくまでコラボ商品を食べに来たので潔くお会計をして次のお客さんにバトンタッチしていきます。今お会計の方を済ませたんですが、実はネット限定商品のスシロー×原神コラボ限定かけおろしアクリルスタンド付きスシローセット12種というものをね予約していたので、こちらも受け取ってから帰ります。こちらを買うとココミかゴローのアクリルスタンドをもらうことができるんですが、僕はココミのアクリルスタンドを選びました。そして帰る前に装飾を見てからお店を後にします。やっぱいいよね装飾。皆さんおはようございます。浅草ロック店に行ってからかれこれ1週間が経ちました。どうもナッフィーです。ということで1週間経った本日ですね、スシローのリベンジということで、またスシロー本社の広報の方にまたアポを取りまして、撮影の許可をいただいてきました。今日こそはコラボメニュー食べたい。さあ行くぞ。早速店内に入っていったんですが、今日は並ぶことなく席に着くことができました。そしてコラボメニューなんですが、限定カード付きのお寿司のセットがね残念ながら売り切れということで、まあ仕方ないよね。結構終盤の方にスシローやってきたので潔く諦めます。ただマグロ盛りだったり三貫盛り、あと醤油ラーメンは在庫がありました。ただ表の看板にはココミのパフェが売り切れとは書いてなかったので、店員さんの方をお呼びしまして、ココミのパフェまだありますかと聞いてみたんですが、なんとココミのパフェのなんかチョコの粒みたいなやつがなくなっちゃったらしくて、それ抜きであれば提供できるみたいなことをおっしゃってくれたので、そちらの方でお願いしました。今回お店に入ったのがまあお昼頃ということで、お客さんもそれなりにいたんですが、カメラをやっぱり回してるわけなんで、周りのお客さんから何やってるんだろうみたいな視線がありまして、ちょっと恥ずかしかったです。お寿司を頼んで待ってる間に姉を見ていたら、八重美子だったりトーマ、新滝一刀、雷電将軍、上里綾と上里綾香、五郎、最後三五宮ここみのパネルが流れておりました。ということで頼んだお寿司が到着しましたので、それぞれ紹介の方していきたいと思います。まずはこちら、原神回転の宴三貫盛りマグロ卵エビになります。こちらが店舗によって値段が変わってくるんですが、税込みで180円から210円になります。こちらの商品は頼むとコラボピックがランダムでついてくるんですが、そのランダムが4種類ありまして、八重美子、上里綾と上里綾香、あとトーマ、こちらの中からランダムで1枚ついてきます。そして今回僕がゲットしたのが綾香ですね。めっちゃ可愛い。今回三貫盛りの方を2皿頼んだんですが、次にゲットしたのがじゃじゃん、トーマのピックになります。次に紹介していくのがこちらの原神回転の宴マグロ盛りになります。めちゃくちゃボリューミーじゃないですか。マグロの上にビントロだったりとか、一番上に乗ってるのはトビッコかな、ちょっと詳しい名前は聞いてないんでわかんないんですけど、その他にトロロだったりとかたくあん、あとネギトロが乗ってます。これね食べにくかった美味しかったんだけど食べにくかったですね。こちらの商品も三貫盛りと同じくピックがもらえるんですが、今回手に入れたピックがこちらになります。じゃじゃん、上里綾人、今のところかぶりなしだよ、すごくない？そして同じくこちらも2皿頼みまして、ゲットしたピックがこちら、じゃじゃん、八重美子、すごくない？かぶりなしだよ。全種類当てるまで頼む予定だったんですけど、まさかねかぶりなしで終わっちゃいましたね。いや八重美子めっちゃ可愛い、ウィンクがいいですね。ちなみに4枚並べるとこんな感じ、いいですね。では早速食べていきたいと思います。いただきます。見て見て、めちゃくちゃ美味しそう。実際食べたらめっちゃ美味しかったんですけど、もともとお寿司が好きで、しょっちゅうねスーパーのお惣菜のお寿司だったりとか、あと海鮮丼だったり食べるんですけど、やっぱりねお寿司屋さんで食べるお寿司が一番美味しいですね。うめー。ということでまず1皿目完食、美味しかった。では2皿目、マグロ盛りですね。こちらを食べていきますが、本当に食べづらかった。
味は美味しかったんですが、単純に食べ方が分かんなかったので食べづらいなって感じがしました。あと先ほど値段を言うの忘れてしまったんですが、こちらは税込みで360円から390円になります。案の定食べようと思ったら上に乗っていたネギトロだったりとかトロロとか普通に落ちました。さすがに一口で頬張るのには無理がありましたね。そしてマグロを食べて完食になります。こっちも普通に美味しかったです。そしてお寿司を食べながらまたこちらのコラボについてお話をしていくんですが、先ほどもらったピックの裏面にはシリアルコードがありまして、そちらの方を一緒についている QR コードから LINE に飛んでいただき、そこでシリアルコードを入力するとポイントが1ポイント付与されるんですが、そちらのポイントを4ポイント貯めることで原神内アイテムの大経験の英雄だったり、あと仕上げ用マコ、モラ、それと今回のイベント限定のオリジナル料理のレシピ、こちらをもらうことができます。大経験の英雄が5、モラが5万、仕上げ用マコが10。普通に美味しいですよね。こちらは1アカウントにつき1つまでとなっておりまして、手配数が50万名様になりますので早めに入力した方が良さそうですね。ただ一つ注意点なのが、こちらのシリアルコードは2024年の3月14日の木曜日14時から5月の31日の金曜日0時までになりますので、こちらを把握した上でシリアルコードの入力をしてください。それともう一つ、ポイントを1ポイント貯めることで大経験の英雄が3、モラが2万、仕上げ用マコが5がもらえるシリアルコードをゲットすることができます。こちらは254名様限定で1つのアカウントにつき3回まで交換できるみたいです。そして同じく3月14日の14時から5月31日の0時までになりますのでご注意ください。ちょっとねまだ物足りなかったので浅草でも食べたんですが、醤油ラーメンの方も食べていきたいと思います。こちらの方がお値段税込み440円から480円になります。そしてこちらは頼むと確定でゴロがもらえます。やっぱ可愛いな。はい、ということで完食、今回も美味しかったです。それでは最後こちらを食べていきます。原神回転の宴ソーダミルクパフェ、めちゃくちゃ可愛くないですか。こちらサンゴの方がモナカになっておりまして、あとはソーダバニラアイスだったりとか、あと生クリームで中がゼリーになっていたりって感じですかね。めちゃくちゃ美味しそうというか食べて美味しかったです。本当は売り切れだったのにわざわざ出していただき本当にありがとうございました。ココミのイラストめっちゃ可愛い。それではいただきます。個人的にはこのソーダミルクパフェが一番美味しかったです。もちろんどの商品も美味しかったんですが、僕の中ではこれが一番かな。その X とかでもみんなこれが一番美味しいって言ってて、正直僕もこれが美味しいと思いました。もともと甘いものが好きっていうこともあるんですが、シンプルに美味しかった。もうそれ以外ね言いようがないんですが、ぜひねスシローに食べに行った時はこのパフェ食べてほしいですね。はい、ということであっという間に食べ終わりました。めちゃくちゃ美味しかった。はい、ということで今回はこちらの6品食べていきました。1つ目が原神回転の宴醤油ラーメン、2つ目がソーダミルクパフェ、そしてマグロ盛り2皿と三貫盛り2皿、こちらを食べていきました。ということでお会計をして家に帰りたいと思います。ごちそうさまでした。ということで無事帰宅しましたので、最後に今回買ってきたココミのアグスタを開けていきたいと思います。はい、どーん、こちらですね。めっちゃ可愛くないですか。このさ私服っぽい感じの衣装めっちゃ好き。ということで開封していきましょうか。開封していくとこんな感じ。白い紙と本体ですね。こちらプラスチックの切り抜きみたいな型紙っていうのかなに入ってる感じになっておりますんで、型から抜いていきましょうか。あ、なんかバキバキっていきそうで怖いんだけど、怖い怖い怖い、メキメキメキってなってる。おう、よいしょ、あ、待って、めっちゃ怖い。よいしょ、あ、よかった、取れた。めっちゃ怖かった。なんか切り抜いた瞬間結構コンパクトになった。では早速ココミを台座にはめ込んで飾っていくんですが、サイズは他のアクリルスタンドとかよりは小さめになってますね。でもお寿司とココミのセットで2300円とかだったんで、かなり破格の値段設定になってますよね。しかもココミのクオリティすごく高いんで買ってよかったなと思いました。ココミはね、僕のその原神グッズを置いている棚があるので、そちらの方に飾っていきたいと思います。
そしてコラボピックの方が合計で7枚ゲットしまして、こちらもね飾っていきたいと思います。そしてスシロー開店の宴は2月21日から3月24日の日曜日まで開催しておりますので、よろしければ足を運んでみてください。ということで今回の動画は以上となります。こちらの動画が良かったと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。